皆さんおはようございます。今日知ってる方もね、見ていただいてますけどもありがとうございます。改めて言いますと、私はカラーセラピスト講師の氏家典子と申します。よろしくお願いします。今日はインスタライブ見ていただいてありがとうございます。今日なんか急に思いつきでね、やろうと思ったんですけど、っていうのが、皆さんね、私カラーセラピストの資格をね、養成するカラーセラピスト講師をやらせていただいてるんですけれども、音聞こえてますよね。大丈夫ですよね。音小さいですか？大丈夫ですか？聞こえてます？音聞こえてるかな？それで、いつもね、講座をやりながらね、資格取った後活躍していただきたいなと思いながらお伝え してるんですけどもね。あ、弥生さんおはようございます。おはようございます、ね、それでいつもね、時間なかなか講座の中では時間がなくって、皆さんのね、あ、よく聞こえます。あ、よかった。ありがとうございます。さくらさんありがとうございます、はい、なのでそうだと思って、なんかね、お一人一人お話ねする時間もなかなかないしね、やっぱり皆さんでこういろんな悩みあったりするんですけど、割と受講生さんの皆さんってな悩みがね共通してるんですよ。あ、おはようございます。そう、神々しいでしょ。ちょっとでも、もし目痛かったら言ってください。なんかちょっと遊んでみました。神々しさを出そうと思ってね。楠田絵理子です。わかる？楠田絵理子、ちょっとモノマネしちゃいましたけどね。あ、そうなんです。私ね、親父ギャグカラーセラピスト講師、または最近ちょっと昭和モノマネもね、やりながら講座の方ね、面白楽しく皆さんにお勉強していただくっていうのをね、モットーにやっておりますけれども、それで、そんなことでね、今日は皆さんに、お悩みねあるんで、結構受講生さんの皆さん共通してね、同じお悩み持ってたりするんですよ。だからこうやってインスタライブすることで、カラーセラピーね、私が皆さんお伝えしたのは TC カラーセラピス PC 言ってますね、 TC カラーセラピーなんですけども、他のカラーセラピーとか、あとは同じカウンセリング系とかでも共通することあるんじゃないかなって勝手に思ってますので、もし私のね、一応気がつけば10年カラーセラピストのね、講師とカラーセラピストの経験が10年になりましたので、何かお役に立てればいいかなと思って、なんかそうですね、なんかいつももらってばっかりなので、私もなんか皆さんにね、恩返しできたらなと思って、私の経験とか持ってる知識とかお伝えできたらいいなと思って、今日はお悩みにお答えするよみたいな感じでやらせていただきます。はい、ということでよろしくお願いします。ウェーイ、ね、イエーイとか言って、私は宇治イエーイとか言ってね、はい、じゃあ行きますけれども、まず最初いきますよ。じゃじゃん、ちょっとね、見えるかな、じゃじゃん、あ、いいね、ありがとうございます。じゃじゃん、はい、これあれかな、そちらでは鏡文字になってる、見えてるかしら、低いかな、見えてますかね。ちょ待てよ、ちょっとキムタクが入ります。見えてる、こうやってやったね。鏡反対になってる、鏡です。嘘、反対になって見えないってこと？これどうやったらいいのかな、逆にしちゃったらいいんです。鏡文字になってます。キムタクさん、ちょ待てよ、本当？どうしたらいいんだろうね。そっか、じゃあこれ見れないんだね、やめとくか。そしたら待って、こうやったら見えるかな。裏。そっか、そういうことか。じゃあ透明な字に書かなきゃいけないかな。まさか。じゃあ読みましょう。今日これなしだな。視聴、はい、今日これ見れないね。塗り絵セラピーとカラーセラピーとの具体的なやり方を教えてください。ちょっとね、紙に書いたの裏にしました。塗り絵セラピーとカラーセラピーとの具体的なやり方を教えてくださいってことなんですけど、そう、カラーセラピーっていいのは、いろんなものとコラボできるんですよ。
色っていろんなものに色ってついてるじゃないですか。だから何でもコラボできると思うんですね。で、まあ塗り絵セラピーをね、あのやられてるあの受講生さんから塗り絵セラピーと、あのこのね、ちょっとこれミニボトルですけど、このカラーセラピー、ね、これどうやってコラボしたらいいんでしょうかってあるんです、あると思うんですけど、まず色の意味をね、知ってると思います。別に TC、 これ TC カラーセラピーのカラーボトルですけど、別に TC カラーセラピーじゃなくても他のね、オーラソーマとかオーラライトとかアバターラとか、あのセンセーションとかいろいろあると思うんですけども、あのそういったカラーセラピーって全部ね、例えばこの色の意味って、これレッドだったらね、レッドの色の意味って同じです。そしたらまずそれをね、色の意味をちゃんと知ってるってことは前提になりますけれども、で塗り絵セラピーしていただいて、塗り絵セラピーでまあお客様クライアントさんに自由に描いてもらいますよね。そしたら、その色塗ってもらって使った色で、そのまま普通にカラーセラピーするっていうものです、簡単に言うとね。だけどもそれだとじゃあ、クライアントさんによって何色も使っちゃう方もいますよ ね。そしたらどの色見たらいいんですかってなりますよね。じゃあそのクライアントさんが描いてくださった絵から、この絵を見て気になる部分ってどこですかって聞いてみるんですよ。この絵を見て、あ、自分でね、描いた絵見て、ね、どこがなんか一番気になりますかとか、どのところをね、一生懸命塗りましたかって、そのクライアントさんが気になって、気になっちゃうだって気になった場所、うん、そこの色を見るんですね、うん、例えば私今日ちょっと花柄のワンピース着てますけどもね、ちょっとこの辺ちょっとブルーが今日なんか目に入るとするじゃないですか。じゃあ、これがクライアントさんが描いてくれた塗り絵セラピーの絵だとして、じゃあ今日はなんかこのブルーのところ一生懸命塗ったんですよって言ったらね、じゃあ、ね、カラーボトルね、カラーボトルありますよね、カラーボトルのじゃあブルーをね、これじゃあね、今日ブルーが気になるっていうことなんですけども、ブルーっていうのは、ね、色の世界で言うと、実は女性性を表す色なんですよって言ってね、女性性っていうことで、ね、女性っていうのはね、お子さんを育てたり、ね、サポートしたり、ね、する立場ですよね。なので、何かあなたはね、誰かをね、育てたいとかサポートしたい、または自分がサポートされたいって思ったりしてませんかっていう風にして、あとはねカラーセラピーと同じように、セッションしていきます、はい、そんな風にして、塗り絵セラピーとカラーセラピーをコラボしていただければいいかなって思います、うん、であとはね、まあ、塗り絵セラピーってカラーセラピーって実はまあそういう投影法なんですね。自己投影法って言って、結局その気になるものに自分の心が映し出されてるんです。だから色が気になる、直感で気になる色があるってことは、その色とね、私たちなぜ色がそもそも色が気になるかなんです。今日皆さんね、今ちょっとこのカラーセラピーのね、色見ていただいてると思うんですけど、ちょっと私のちょっとねワンピースとあれしてると思うんですけど、で例えばちょっとこうやってね、カラーセラピーのボトルありますよね、気になる色どれですかね、好きな色じゃなくてね、直感で気になる色を選んでくださいねなんてやるんですね。で好きな色っていうと頭で考えちゃうから、ね、思考で考えちゃうので、なんか本当に自分の好みとかが出やすいんですね。だけどカラーセラピーっていうのは直感で選ぶんです。気になる色を直感で選ぶので、何がわかるかというと、自分では気づかない、ね、潜在意識です、ね、よく皆さん潜在意識ってね、スピリチュアルな感じしますけども、そう、自分の中にある本当の自分の気持ちに気づくことができるんですよ。すごくないです、ね、なのでそれがわかるので、塗り絵セラピーをする時もね、気になる色って絶対あるはずなんです。なのでその色でカラーセラピーをしていただければいいかなと思います、ね、そしてね、じゃあその色、ね、気になった色がさっきも言います、例えばですよ、レッドだとして、あ、ごめんなさい、ブルーですね、さっきね、じゃあブルーが気になった、ね、じゃあこの色が、ね、あなたを癒してくれる色になりますよ、ね、じゃあこの色のものを日常で使ってさらにヒーリングをね、自分自身でしてあげてくださいねって言って、色の意味を伝えてね、あ、じゃあその色をヒーリングカラーだよって言って教えてあげて、癒してあげるといいんですね。その癒し方も、まあ、自分でその色を使って、
癒してあげてくださいって言ってもいいし、でもそこからがまたオリジナルができるところなんですよ、うん、じゃあそれクライアントさんに、自分でその色使ってくださいねって終わるんじゃなくて、じゃあ、また自分のそこでオリジナルメニューを作ればいいですよね、うん、ブルーを使ってさらになんかパステルアート描くでもいいし、なんかブルーを使って、何かワークショップを、ね、小物アクセサリーを作るでもいいし、ね、またはブルーなので香りでもいいですよね。ブルーっていうと、ね、香りだとどんな香りイメージしますか？ブルーってなんか空とか海の色ですよね。そしたらなんとなくなんか涼しい感じしますよね。さらなんかアロマの香りで言うと、香りのイメージだとどんな香りのイメージします？ね、空とか海の爽やかな香り、ね、どうですか？トイレにサワサワで、爽やかサワでじゃないですけどね、はい、トイレの匂いじゃないですよ、はい、ね、ペパーミントとか、うん、なんかそういうスーッとした香り、ね、そんな香りイメージするんじゃないでしょうか。じゃあなんかペパーミントを使ったミント、うん、いいですね、さすが、はい、ミントですかね、そうミントだけに使ってミント、はい、たまにこういう親父が言いますけどもね、はい、こんな感じで、香りを使ってみる、香りを使ったワークショップをやってみるとかね、うん、でやってみるといいと思います。 そうそしてね、あとね、なんだっけということでちょっと話してみますね。ちょっと鏡文字になってると思いますけどもね、塗り絵セラピー、ね、具体的な、カラーセラピーと、ね、塗り絵セラピーの具体的な、まあ、コラボレーションのやり方ですね、はい、今ちょっと塗り絵セラピーでお伝えしましたけども、だからね何でもできるんですよ。カードセッションとかだから、あのタロットね、タロットの資格持ってる方もあのカラーセラピーの資格取って いただきましたけども、あの例えばちょっとこれ私のオリジナルの親父ギャグカラーセラピーってあるんですけどあるんですけどもねそれで例えばですよ、今ちょっと一番最初に出てきます、これね、これ何のカードだと思います？これ親父ギャグですよ。おから始まる親父ギャグ、ね、思いついた親父ギャグ、ね、おっさんがお茶の中入ってるわけでしょ、ね、これ おっちゃんのお茶っていう親父ギャグっていうね、そういう親父ギャグカードなんですけど、じゃあこのカード見て、例えばこれ塗り絵、さっきの塗り絵セラピーでも同じです。じゃあクライアントさんがね描いた絵がこんな絵だとしますよね。そしたらね、自分で描いた絵だけどね、どこがね気になって描きましたか、どこを一番、なんか一生懸命塗りましたかでもいいですよね、はい、でまたはね、こうやってオラクルカードだったりタロットカードだったり、じゃあそのカード自体をクライアントさんにまず眺めてもらうんですよ。で見てもらって、なんか一番なんか目に入るところってどこですか、気になるところってどこですかってなるべく直感で、選んでくださいって言って選んでもらうんです、うん、どうですかね、まあ、人それぞれだと思いますね。おっちゃんの顔に目が行く人もいれば、ね、このグリーンのお茶のところに目が行く人もいれば、この、ね、お茶の入ってるね、湯飲みに目が行く人いれば、裏のこのピンクっぽいねシャボン玉みたいなところに目が行く人もいれば、おっていう数字に目が行く人もいると思います。人それぞれだと思いますね、はい、例えばね、例えばじゃあここのお茶に目が行ったと、お茶のこのグリーンのところに、うん、そしたらこのグリーンはね、じゃあカラーセラピーのグリーンはって言って、グリーンの意味を伝えればいいですね。グリーンっていうのは自然のね、自然界の色ですよ、草とか木の色ですよって言ってね、何かあなたは今すごくありのままに、自分らしく振る舞いたいと思ってるんじゃないですか、または、みんなとのバランスを取りながらね、仲間で、一緒になんか共感したり楽しんだり協力し合うことに、価値を感じていたりしませんかっていう風にしてこう質問していくんですね。でカラーセラピーはね、決めつけはないので、あなたこうですとは言い切らないんです。言い切りません。言い切らずにこうではないですかって質問します、うん、あくまでも答えはクライアントさんが持っています。セラピストが決めつけてはいけないですね。だから
語尾、日本語ってすごくいいんですよ。語尾だけ変えればいいですから。あ、しまった、今決めつけしそうになったと思ったら語尾だけ変えればいいですね。なので、なんかあなたは今、ね、皆さんと仲間とかで、一緒にね、楽しみを共感したりとか協力し合ってね、何か成長したいなとか、思っていませんかってね、語尾だけ変えればね、質問になりますからね、はい、そんな風にして、ね、カラーセラピーとこういったカードとでもいいし、色のついてるものと何でもコラボレーションできます。そんな風にしてオリジナルをね、作っていくことができるんですよ。色ってすごいんですよ。あ、いいね、ありがとうございます、ね、すごいでしょ、ね、でこうやって自分が、気になるところね、まあ、あとはちょっと投影法っていうのがあるので、まあ、自分が気になるところに、自分の思いが反映されています。だから、ね、おっちゃんのお茶、まあ、ちょっとここはまだ別のお勉強が必要になると思いますけど、ね、まあ、お茶のところにね、使ってるお茶です。何かあなた何かにこう浸かりたいとか、うん、思ってませんかね。お茶ってあったかいから、なんかあったかいものにずっとなんか触れていたいとか、そういったところに染まっていたいとか、そういう場所にずっといたいって感じてませんかっていう風にね、もうちょっとこういう風になるのはちょっともうちょっとお勉強が必要なんですけどもそんな風にしてね、見たところをどんな風に感じたのか、うん、話してもらうっていうのもすごくセラピーにもなります、はい、またそういう話をね、またお勉強進めていけばできますけども、そんな感じで、カードとか塗り絵セラピーとかいろんなものにコラボレーションできますので、ぜひね、そんな感じでカラーセラピーと色の融合していただければいいかなと思います。で、例えばなんかね、あとね、またちょっとそうだ、別の方からもね、そうそう、例えばちょっとなんかのワークショップをやることになったと。で、ね、TC カラーセラピーだと全部で14本あります、ね、じゃあ14本のカラーボトルをなんかちょっと、カラーボトル14本のカラーがありますから、なんか14色のね、なんか小物を作るワークショップやりますとかってね、よくやると思います。でも実際14色も色あったら大変ですよね。大変というのはその、ね、皆さんが出展者として準備するの大変だと思います。うん、なのでそういう時は臨機応変に7色代表的な7色でワークショップでは作っていただいたらいいと思います。じゃあ例えばライムとか、ね、こういうライムとかゴールドとかっていうのは3次色って言ってね、1次色と2次色足した色なわけですよ。こういうちょっと専門的な話になりますけど、まあカラーセラピストさんが見てると思っていますけれど、ね、こういう代表的な色じゃない3次色とか 2次色のもの、こういうのちょっと大変じゃないですか、色出すのに。そしたらそういう時はもう臨機応変に、例えばライムを選んだ人だったらもうグリーンじゃないや、グリーンの、ね、グリーンのものを作ったらいいですよ。そしてじゃあゴールドは、ね、金色じゃない、金色でしょ、ね、金粉買ってくる大変じゃないですか、ね、原価大変です。じゃあそしたら黄色でいいじゃないですか、黄色で、うん、黄色でもいいし、オレンジが好きな人だったら、あ、さっきオレンジ落ちたんだな、そうオレンジでもいいと思いますね、そんな風にして、ね、こっちがゴールドだった、はい、こっちがゴールドでした、ね、ゴールドを選んだ人だったら別に黄色で作ってもいいし、オレンジでも作ってもあげてもいいよって、うん、選んであげれば、選んであげればじゃなくて選ばせてあげればいいと思うんですね。もうちょっと熟女汗がすごい今汗出てきました。暑いですね、やっぱりこういうライブすると暑いね。そんな風にしてやればいいかなと思います。だから14色全部ワークショップで色を作るって大変だと思うので、7色とかでね、作っていただければ準備するのも楽だしね、うん、いいかなと思います。まあ全然準備するのが大変じゃなければやってもいいと思いますよ。14色でもね、うん、いいと思います、はい、ね、いろんな色のね、小物でもいいし、私もね、なんかいろいろ道具は後から後から出てきますけどね、私ね後から後から道具出てきますよ。ね、例えばちょっと今寒いからね、本当はレッド系出したいけど、私今暑いからブルー系を出したいんだよね。
これ私の、オリジナルの、ミニプチカラーボトルなんですけどね。レッドにするか。例えばこのぐらい、これが TC カラーボトルの大きさだとしたら本当にこのぐらいです。こんくらいちっちゃいの、わかる？ミニボトルがこのぐらいでしょ、このぐらい。そしたらこんくらい、あ、出遅れました、大丈夫ですよありがとうございます、見てくださって、ね、このぐらいで、すごいちっちゃいでしょ。でこれを私もイベントで、出展した時に、カラーセラピーをね体験していただいて、まあ、ヒーリングカラーとなった色でこのプチカラーボトル作れますよって言って作ったんですね、うん、でもまあやっぱりね14色色をその時やったのでコーラルの色が中手が出なくて大変だったんですよそうだからね、そんな風にしてね結局そのクライアントさん作るの大変だってから、あ、じゃあ私やりますねなんて、結局私がやってあげたぐらいにしてねまあそれはそれで楽しかったんですけど、だからあんまりね色を増やさずにワークショップの時は14色を選んでもらっても基本の7色ね、ね、レッド、オレンジ、イエロー、ブルー、グリーン、パープル、ピンクとか、そういった代表的な7色でいいと思います、はい、そんな感じで、ね、まず一つ目のお悩みでした。はい、ありがとうございます。役に立ってるでしょうかね。立ってます？たまにちょっとお茶飲みますね、喋り続けるからね。役立ってますかね、大丈夫ですか、はい、もし役に立てたら、役に立ちますとか大丈夫とか言っていただければすごく励みになります、はい、じゃあ引き続きまして、これちょっとタイムラグあるのかな、このコメントってね、すぐにはコメント入んないもんね。まさかねこれ鏡文字になるとは思わなかったね今日、はい、ありがとう桜さん、勉強になります、ありがとうございます。あ、よかった、あ、桜さんいいねいっぱいありがとうございます、ありがとうございます、よかったよかったよかった、はい、じゃあありがとうございます。あ、有田さん、あ、有田さんありがとう、いいねありがとうございます。有田さん最初から聞けましたかね、大丈夫ですかね、はい、じゃあね、ちょっと鏡文字になってると思うのでちょっとこうやって透けてみるかな、はい、じゃあ次の質問いきます。じゃじゃん、はい、次の質問、カラーセラピーを仕事としてやる時の場所や方法とはっていうことなんですけども、ね、カラーセラピーを仕事としてやる時の場所や方法とは、このねご質問いただいた、あ、去年も事前に受講生さんからねご質問いただいております、はい、ね、いただいておりまして、あ、ちょっと出遅れました、そっか、ね、ちょっと出遅れちゃったけど ね、じゃあちょっと聞いといてくださいね。じゃあ、ね、場所や方法です。でこのねお悩みを持っている受講生さんは自宅ではできないっていうことなんです。自宅ではちょっとできないんですっていうことで、そこで、カラーセラピーを仕事にねしようと思った時どうやってやったらいいですかっていうご質問だったんですけども、まあ家でできないんだったらできないですからね。家はちょっと今ね、在宅ワークとかリモートとか言っててもやっぱり家でできなかったらそれはしょうがないですね。そしたらまあ案としては、今フリースペースっていうか、そのワーキングスペースってありますよね、なんか時間貸しできるスペース、うん、まあそういったところで、時間を決めてやる、うん、またあとねちょっといい方法というかね、まあこれは昔からある、別に昔からある方法というか、カフェとかなんか自分がここでセラピーしたいなっていうカフェがあったら、ちょっとそこのカフェにまあ何回かまず通ってみるんですよまあリサーチというかね、はい、でそこのまあ要はオーナーさんと仲良くなるんですね。何回か行って、まあ、顔を覚えてもらうというか、うん、でまあいきなり行ったその日に言うよりかはなんかちょっとね、まあ、2、3回コーヒー飲みに行ったりとかして、自分がここでセラピーできるかなみたいな、そういうのをちょっと確認しつつね、場所をで、そのセラピーできるかなって言ってちょっと大事なことが一つありますけれども、やっぱりクライアントさんは、ね、何かしら悩みを持ってセラピー受けに来ると思うんですよ。そしたらやっぱり周りの人に聞かれたくないと思うんですよ。または周りの人にそういうことをやってるのを見られたくないっていう
あのお客様もいると思うんですね。だからなるべく、まあ、カフェとかでやる時も個室があるようなカフェとか、あの人の影になるようなあのカフェとか、あとはそこ の, あのオーナーさんと、まあ、仲良くなってね、まあ、その辺ちょっとついたてっていうかパーテンションみたいなのを置かせてもらって、その曜日だけ、あ、まあ、ちょっと話飛びましたけども、まあ、あのそこのカフェに行って、その様子をお店の様子をちゃんと確認するということですね。ちゃんと落ち着いて喋れるスペースがあるかっていうのはまずそこをきちっとチェックした方がいいと思います。あまりこう開けていてあのセッションしているの見られたくないっていうあのお客様もいると思うので、その辺を確認して、場所をちょっと探すと。でここのカフェいいかなと思ったら、あで 2,3 回通ってから、あそこのオーナーさんにね、実はあのこういうカラーセラピーっていうものをあのさせてねいただきたいんですけれども、こちらのスペースね使わせていただいてよろしいでしょうかっていうことで、何かあの必ずオーダーあのもちろんですけどねあのさせていただきますのでとか、あと何か時間で、なんだっけ時間でねあのお借りできますでしょうかとかちょっと聞いてみるといいですね、うん、そしたらなんかカフェで、使わせてもらうことができる場合があります。で場合によってはね、そのなんだっけ、オーナーさんと、まあ、ちょっと親しくなるっていうか話せる感じになったら、例えばその日決まった曜日に、セッションやらせていただくように、なんていうの、なんていうの、例えば毎週月曜日の、午前中だけとか、なんかそういうふうにやってあの固定化していくと、あそこに行くと何かやってるんだってお客様も覚えてくださったりするんですよね、うん、だからそんな風にして、カフェとかもいいと思います。ただしちょっと人目があんまりパッと見えないところの方がいいと思いますけどね。あとはそういう時間で貸してくれるようなワーキングスペースとか、できれば個室になってるようなところがいいと思いますけどもね。ただあの中にはあの個室じゃなくても、あいいねありがとうございます、オープンになっててもいいですよって人も、まあ、いるので、必ずあのお申し込みいただいた時にお客様にあのカフェね、こういうカフェスペースでオープンなところでセッションしますけどもよろしいですか、それともあの個室になってるところがよろしいですかって確認を取った方がいいですね、うん、そうね。だから2カ所ぐらいね、なんかそういったスペースを探しておくといいかなと思います。そしたらね、そういったスペースで、まあ、セッションするんだったら、ね、もちろんそういうセッションでいいと思います。ただカラーセラピーといってもセッションだけとは限らずね、ワークショップみたいなことをやりたい方もいると思います。でじゃあワークショップだったらね、まあ、別に開けててもいいかもしれないし、ね、そういったカフェとか、なんだろうね、あとはなんか割として、管理してる場所とかね、そういったところでもまあ、でもお仕事だと有料だと使わせてもらえないかな、うん、あとは割とそうだ、私だったら結構建築会社さんとか の, あの商談スペースとか使わせてもらってやりましたね、うん、割となんかこうそういうとこ使ってもらうことで、その会社さんとしても企業さんとしてもいろんな人に出入りしてもらうことで会社をね知ってもらうことできるからってことで、お互いにウィンウィンの関係で場所を提供してくださったりするんですよ。で表向き募集してますよって言ってなくても、もしここの雰囲気いいなと思ったら思い切って行ってみたらいいですよまあこれ行ける人と行けない人いるかもしれないですけど、私割となんか行けちゃうんだけど、私みんな私みたいに変じゃないかもしれないけど、でもね割とね、こういうことで使いたいんですって言うと、企業さんとしてもあなんかね、ちゃんとルール守ってね、その時間で決まった時間に使わせてくれたりしますから、まずダメ元で気になるところあったら聞いてみたらいいかもしれないですよ。で今こうやってねコロナでなかなか人があんまり出ない世の中になってきてるから、ね、ちゃんと密を気をつけて、うん、それでちゃんとやりますっていうことでね、やらせてもらえれば会社さんとしても人が出入りしない世の中になってるから、お互いにウィンウィンの関係でね、いいと思います、ね、そんな感じでまずスペース、ね、見つけてやる方法はカフェとか、そういったフリースペースを使ってみる、あとは、建築会社さんとか、ね、にちょっとなんかね結構調べてると近所とかでもあるはずなんですよ、うん、だからね、ちょっと勇気出して
こういったことでセッションしたいんですけど場所を使わせてもらえませんかとかね、うん、で必ず、ご自分も例えば毎週月曜日告知します、あ、ありがとうございます、いいね、ありがとうございます、告知するときにどこどこの建築会社さんのフリースペ建築会社さんでやりますとか、そこの会社の企業社さんの名前を出してあげるっていうかね、さらその宣伝になるからお互いにいいじゃないですか、ウィンウィンの関係で、うん、でそんな風にして、企業さんの名前を出してあげるとかね、うん、そしたらまた他の人がそこ使ってくださったら企業さんも嬉しいじゃないですか、うん、そんな風にしてやっぱり今なんかこうなんていうかな、みんな助け合っていく世の中ですからね、なんか一人で、やろうとしてもなんか煮詰まったりすると思うんですよ、うまくいかなかったり、したらちょっと誰かの知恵を借りるとか誰かの話してみることで意外とあっさり道開けたりしません？なんか自分の狭い脳みそでずっとぐるぐる考えているよりもなんかちょっと誰かに聞いてみたりとかいい案が浮かんだりとか意外とその人がいいよ私手伝ってあげようとか言ってもくれたりするんですよね、うん、まあそんな感じでちょっと思い切って、そんな感じでトライしてみてください、見てください。そしてまあ場所とか方法とはっていうのはそういうことでいいのかしらね。でもちろんね場所を借りてもまあちょっとこの話とはまた違う方向になりますけども、そこでただ店を開いても誰も来ませんよね。ねよく皆さんありがちです、あ資格取った、なんかサロン借りた、ね、家で自宅でサロン開いた、ね、技術もバッチリ、知識もバッチリ、ね、できます、はい、でもお客さん来ないね、来ないですよそりゃ、誰がそこ知ってるんですかってなりますよね。で誰も知らないから、別にあなたが嫌いなわけじゃなくてただ単にあなたがそこでやってるの誰も知らないだけなんですよね、うん、誰も知らないだけなんです。だからちゃんとやってますよやりますよっていうのをお知らせしなきゃいけないです。だから今こういうインスタやったり、Facebook やったりね、YouTube やったら皆さんいろんなことで自分のこと PR してますよね、うん、だから必ず PR することです、当たり前ですよね、当たり前のクラッカーですよもう、はい、なので、ぜひまず告知忘れずにしてください。じゃあその告知の方法どうやるのとかね、またその話だったらそんなね、すぐには話せないんですけど、またそれはまた別の機会にねまた話したいと思いますね。まあいろんなね告知法 SNS を使ったね集客法もありますけども、今その、まあ、ちょっとだけ言いますか、ちょっとだけよ、加藤ちゃんペ、もう昭和の人しかわからない、当たり前のクラッカー、ありがとうございます、メケさん、ありがとうございます、メケさんいつもなんか着物素敵ですよね、すごいなんか可愛い、なんでこんな若いのに着物好きなんだろうとか思ってね。全然関係ない話しちゃったね、すいませんね。そんなんでね、何の話でしたっけ、当たり前あ SNS の話で、今ほらインスタもこうやってあるし Facebook もあるし LINE もあるし Twitter もあるし YouTube もあるし、あみけさんいいねいっぱいありがとう、おお連打山本連打ありがとうございます、いっぱいありがとうございます、ね、いっぱいいろんな SNS がありますけどどれ使ったらいいのってあると思うんですけど、ね、もう別にどれがいいとかってないんですよね。だからあとはもう私、まあこれ私のあれですよ、まあそんないろんな専門家の方いっぱいいますけど、私が思うにやっぱり皆さんの話聞いたりとか、あと自分が告知してて思うのは、絶対これだけがいいとかではなくて、みんなそれぞれ特徴があるじゃないですか。 Facebook はこれがいいとかね。あ映った、なんか電波が弱いね、電波映りましたね。今の間どうなってるんだろう、大丈夫かな。すごかったですね今ちょっと電波が、今ねちょっと実は私今パソコンが、あーすごいパソコンがね、すごくない、ちょっとごめんなさいね、ちょっとパソコンが、あ、いけるかな、あ、やっぱり繋がらないね。なんかねちょっと家のネットが回線が悪くてですね、接続されないんですよね、パソコンの方が。ちょっと今スマホの方は多分ドコモの
ネットでつながってるんですけど、私ねこういうことあるんですよね。ね、まあ、そんなんで大丈夫、見えてますか？続きいきますね。はい、そんな感じで SNS はいろんなそれぞれの特徴があるから、あのご自分に合ったあの SNS ね、こんなみかちゃんありがとうございます、ね、そんなビニールのカーテンから入ってくるパブのイメージこのビニールのカーテンね、これね、これ100均なんだよ100均なんだ、言わなくて言ってね。そうこれね、なんか昭和の感じでしょ、レトロな ね、はい、ありがとうございます。そんな感じで、まあ、SNS のこの話はまたね別の時に言うと思いますけど、ご自分の あの、あったあのやり方でねやっていただければいいかな、うまく使っていただければいいかなと思います。じゃあ次 あの質問に行きます。じゃじゃん、はい、次の質問こっちで裏にしましょう。カラーセラピーのグループセッションのやり方とは、まあこれはね、そっか、意外と知らないのかと思ったんですけど、カラーセラピー、まあ、TC カラーセラピーで言うとですよ、 TC カラーセラピーで言うと、例えばパーソナリティストーリーワークってあるじゃないですか、三角形に選ぶやつ、本質の自分で、人間関係の自分、理想の自分っていう3つの自分分かるよみたいな、あれでやると、皆さんこう全員たくさんいる時に全員でできます。私もあの専門学校でね、あの講師やらせていただいた時に、あの生徒さんにね、みんなでやりました。で、ね、こんな風にして、まあ、ボトル、ね、レッド、イエロー、レッド、イエロー、ブルー、ね、でこんな風にして、ね、教壇とかで、はい、じゃあまず直感で、ね、深呼吸ゆっくりしてくださいね、終わりましたら目開けてくださいっていう感じでね、じゃあ、じゃあこの3本の中から直感で1本選んでくださいね、そして三角形の左下に置いてくださいって言ってね、あ、三角形の台紙もちゃんと見せとく必要ありますよね、ちゃんとあれもね三角形の台紙、用意しておいてください、ね、ちゃんと今ちょっとない用意してませんでしたけど、ね、用意していただいて、ね、それから、選んでいただきます。なんであれ三角形の台紙ないといけないかっていうと、あれちゃんと三角形の位置が心理的なポジションの、ちゃんと心理的な意味があるんですよ、三角形のね、うん、だから必ずも三角形の左側に置いていただくボトルと色として直感で1本選んでくださいって言います、はい、でそれで選んでもらいます。でそんな風にして、じゃあイエロー選ぶ人もいれば、ブルー選ぶ人もいれば、レッド選ぶ人もいます。じゃあそれをあらかじめ皆さんに三角形の、ね、あの、まあ、今言うより見せた方がいいね、やっぱりね、またこれまたメケちゃんに言われちゃうのこれね、ビニールめくりのウジエって言われちゃうのこれ、はい、でこのあらかじめこの三角形の台紙を生徒さんとか参加者さんに配っとくんです、まあ、別にこれコピーすればいいですよ、コピーしてね、コピーして配っておきます。じゃあまず左下に、ね、選ぶ色を選んでください。またちょっと話戻りましたよ、ね、そしてじゃあ直感で気になるなって色選んでねなんて言って選んでもらって、じゃあ例えばでしょ、黄色だったら、じゃあね左下の丸の中を黄色く塗ってくださいって、色鉛筆で塗ってもらってもいいしね、まあ、あのそんな時間がなかったら黄色って書き込んでもらってもいいと思います、ね、そんな風にして、みんなで選んだら、みんなそれぞれね自分の直感で選びますよね。じゃあそのね、じゃあ読み解いていきましょうねって言って、一色ずつ、じゃあレッド選んだ人はね、リーダーシップ力があって行動力があって ね長期戦よりもね短期戦の方にすごく自分のエネルギーをね発揮できる人ですよとかって言って、そういう傾向がある、ね、人がレッド選ぶんですけどいかがでしたかってやればいいですね。うん、そしたら、あ、そうだって言えば、そこは違うねとか言いながらね、ちょっと盛り上がるわけですよ、うんね、そしてじゃあ次ね、イエロー選んだ人はって言って順番に、メッセージをね伝えていく、そしたらみんな集団でできますよね、はい、そんな風にしてやっていただければいいと思います。で別にね、あのまだあの TC カラーセラピーの話で言うと、まだステップ1だけで色の意味、自分の言葉で言えなかったら別に
ね、ここの、テキストのねメッセージ読めばいいじゃないですか、別にこれ読んであげれば、ね、これね、メッセージ読むの恥ずかしいっていう人もいます。でもね、いい時もあるんですよ、これ場合によっては。なぜかっていうと、知り合いの間だと、ね、あんたは私のこと知っててスヌークと言ってんでしょっていう思われがちなんですよ。知ってるからスヌークと言ってんでしょって言われちゃうんです。でもこのメッセージ読んだら、書いてあることを読んでるだけだから、あなたの主観とかあなたの気持ちで言ってるんじゃないっていうのが分かってもらえます、ね、だって書いてるの読んでるだけだよ。その方が、書いてあるの読んでるだけだよ、なんでそんな当たるんだろうってびっくりされます、ね、その方が聞く方も素直に聞くんですよ、うん、ね、知ってて言ってるって思われないです。だからこういうふうにテキストに書いてある色のメッセージただ読むっていうのは、実はそういう利点もあるわけですね、はい、なのでね、じゃあここ読んであげてもいいわけです。もし長かったら、短くね、自分で短くして大事なところだけメッセージ伝えてね、そしたらグループセッションできますよね、うん、で全部ね読んでたら時間なくなると思いますから、まあ、短くするなりねしていただければいいかなと思います、ね、そんな風にして、みんなで集団でグループセッションできます。そしてただセラピストがこういう色の意味ありますよって言うだけじゃなくて、その後必ずシェアしてもらうという、ね、どういうところ当たってたとかね、自分ではどう思うって言って、で自分はこういうふうにこういう人間なんだよみたいな、自分の言葉で自分で話してもらう、でそれが実はセラピーになるんですよね。自分で気づくのがカラーセラピーのすごく素晴らしいところだと私は思います、うんね、なのでそんな感じでグループセッション、鏡文字になってると思いますけど、グループセッション、ね、やってください、はい、こんなんでいましたけど、はい、ということで、ああもう47分ですね。早いですね。早見言う何を言う、あ、いいね、いっぱいありがとうございます。全部言い切れるかな。あとね、まだあったね。じゃあこっち行きます。ちょっと長い質問です。勉強になります。あ、ありがとうございます。ブルーハンドさん、ありがとうございます。あ、どうす、はい、あ、いっぱいいいね、ありがとうございます。いっぱいいいね、ありがとうございます。すごいすごい、連打、山本連打。噂を信じちゃいけないよ、私の、知らないね、山本連打知らないね。びっくりした初級にね、モノマネとかするんですよ急に、はい、じゃあちょっと鏡文字で見れないと思いますけどね。わ、すごい勢いでいいね、ありがとうございます。次の、じゃあご質問に行きます。じゃじゃん、はい、色のメッセージを伝えて何か思い当たることありますかって聞いても、うまく悩みなどつなげられない、前向きな方向に持っていくのが難しい、うん、うらら、ありがとうございます。似てます。あ、知ってる、嘘、さくらさん知ってる、すごいね、山本リンド知ってる。そしてまだ続きね、一つずつの意味も深くわからない、ね、どうしたらいいですか、あ、笑い笑い、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、本気で歌うよ、じゃあ、とかですね。またそれは別の機会でね、はい。じゃあ、これはね、そもそも何のこと言ってるかという、まあ、これ TC カラーセラピーの話になりますけども、TC カラーセラピーの資格持ってる受講生さんのお悩みです。で、まだマスターカラーセラピストの2ステップはまだ受けられてないんですね。まだステップ1のお悩みになりますけれども、まず色のメッセージを伝えますね。このメッセージ伝えた後に、何か思えたることありますか、ね、感じたことを自由にお話してくださいって言いますよね。その後何か思えたることありますかって聞いても、うまく悩みなどつなげられないということなんですけども、そもそもね、まずちょ待てよって話です。キムタクが出てきました。ちょ待てよと、そもそも、悩みなどにこうつなげられないっていうかね、まずね、そもそもね、カラーセラピーっていうのがね、いいですか、すごい爆弾発言いますよ、悩みを解決必ずするものではないんですね、必ず悩みが解決するものではないんです。あ、すごい爆弾発言しちゃいましたよ、はい、絶対悩みが解決しないわけじゃないですよ、逆に言うとね。なのでまずカラーセラピーっていうのは気づきのセラピーなんですね。だから悩みがあったら、その悩みの糸口になるかもしれない、またはね、うまくいくとお悩み解決することもあるかもしれません。でも必ず悩みが解決するものではないっていうことをまず前提に思ってください。そもそもね、カラーセラピーっていうのはお悩み解決セッションではないんです。気づきのセッションなんですね。気
気づくためのセッションです。自分の心の中にある答えに気づくためのセッションなんです。だから別に悩みにつなげられなくてもいいんです。いいんです。カビラ J が出てきますよ。いいんです、ね、似たいかもしれないけどいいんです。そうだからまずねお話聞いてください。クライアントさんのお話を、うん、クライアントさんねセラピストはなんか悩み解決してあげた方がいいと思ってるかもしれない。結構そういう方多いんですね。私も最初そうだったんですけど、ね、お悩み解決する役割じゃないんです。お話をまず聞いてあげることなんです、うん、実はそれでいいんです。色のメッセージを伝えてクライアントさんの心の中にあることをいろいろ話してもらうんです。それでいいんですね。そしたら何かクライアントさんの中で自発的に気づいて悩みに解決に方向に行くんですね、うん、だから別に悩みつなげられなくてもいいです。まずその前にお話聞きましょうってことなんです、ね、クライアントさんが、ね、どんな悩みを持ってるのか、そしてどんな風になりたいのか、どんな風になりたいまで聞いてますか、ね、どんな風になりたいまでうまく、ね、質問してみたらいいんじゃないですか。よくねなんてあの話聞いてもなんて声かけていいかわからないって言うんですけどね、そもそもアドバイスもする必要はないし、ね、しちゃいけないんですよね、うん、話聞くしかできないんです。聞くしかできない。カラーセラピストの役割は忘れないでほしいんですけども、色の意味を伝えるってことです。そしてクライアントさんに寄り添ってお話を聞くっていうことです。これがカラーセラピストの役割なんです。だからアドバイスしたり、ね、助言したりすることではないです、うん、だから、悩みにつなげられないってへこむ必要はなくって、うん、その悩みを聞いてあげてください。どんなことで悩んでるのか、うんね、話ただ聞いてほしいだけの人もいるんです、ね、クライアントさんね実はね3つのタイプある。またこの話は長くなりますけどね、あと8分しかないから終わらないね。お話メモ取ってきてありがとうございます、はい、この話したら長くなっちゃうんですけど、セラピストさんね大きく分けて実は3タイプあるんですよ。まあちょっとこの話は今日時間ないからできないんですけども、ただ話聞いてほしいだけの人もいるんですよ。別に悩み解決、まあ、してもらったら嬉しいかもしれないけど、ただただ聞いてほしいだけの人もいるんです。で別に聞いてもらってるだけでスッキリする人もいるんです。だからまず、ね、悩み解決以前にクライアントさんがどういう悩みを持ってるのか、そしてどうなりたいのかって聞いてますか、その悩みどういうふうにしたいと思ってますかって、うん、どういうふうになりたいと思ってるか聞いてみたらいいですよ、うんね、そこだけでもいいんです。あ、聞けてよかった、あ、よかったよかった、うんね、そう。そして、ね、悩みなどつなげられなくてもいいんです。聞いてあげてください。だから傾聴なんです。だからステップ1で、そうそうそう、でさっきね最後に言いました、ね、色の意味一つずつの意味も深くわからない。当然です。だって習ってないんだもんね、習ってないんだもん、まあ、あんまり笑ったりするかもしれないけど習ってないんだもん。まだステップ1では色の意味詳しく習ってないですよね。だから一つずつ色の意味もつなげられなくて、それは当たり前だのクラッカーの、さっきも当たり前だのクラッカー出ました、はい、そうなんです。まだねここのステップ1では色の意味習ってないんです。ただテキストにあるメッセージを読むだけで一つ一つまだ落とし込めてないですよね。だから当然なんです。当たり前だのクラッカーなんです。じゃあなんで読むだけにしてるかっていうの知ってます？これね、なぜ読むだけにしてるか、なんでステップ1で色の意味から勉強しないんでしょうか、なんでテキストのメッセージ読むだけにしてるんでしょうか、ね、これはまず色の意味は覚えの後でいいよって言ってるんです。どん兵衛の後乗せサクサクですよ、ね、後でサクサクしてくださいと。色の意味はいいです。それよりも大事なことは傾聴してくださいってことです。傾聴、傾けて聞くって書きます。まずねクライアントさんの話を聞けるようになりましょうってことなんです。色の意味は二の次でいいよってことです。びっくりでしょ、びっくり仰天ニュースでしょ。そうだから色の意味わからなくてそれは当然なんです、うん、だからまずクライアントさんのどう思ってるのか、うん、話聞いてあげてください、うん、そしてね、そしてオウム返ししたりうなずいたり相槌をしたりフィードバックするだけで、それだけでいいんです。まずそれだけしましょうってことです。だってねアドバイスできないんだもんね、アドバイスしちゃいけないんです。しちゃいけないってね、なぜしちゃいけないか知ってますかね。クライアントさんの成長するタイミングを奪ってしまうんですよね。
1たす1は2だよって覚えないと大人になっても1たす1できないで生きていかなきゃいけなくなりますよね。それと同じなんです、ね、クライアントさんの力で自分で、ね、課題をね向き合って切り開いていっていただくために、そうそう目と耳心で、そう10回聞くなんだね。そうね、そんな風にして、あ、そうか、あの10ってそういうじゃん。私は目と耳と心をね、目を皿にして相手に傾けて聞くからね、これはのりこの、のりこ語録なんですけどもね、傾聴の聴って思ったんですけど、そうか、めけさんは目と耳と心で10回聞くのは10なんだね。そうか、私プラスって思ってました、ね、でもそれ10回聞くのも確かにそうですよね。よく聞くっていうことですからね、うん、素晴らしい。皆さんいろんな語録がありますね、はい、そんな風にして、あのまず話を聞いてください、うん、そこまずできてないんですよ結構、うん、あ、参考になりますか、ありがとうございますね。そこね、まず話聞いてあげてください。で、そんな聞くだけでいいんですかって言ったら受講生さんもいます。え、そんな クライアントさんの言ったことをお迎えするだけで、え、そんなんでいいんですかって言いました。じゃあその後にセッション練習しましょうってやりました。で、クライアントさんに、あ、クライアントさんじゃない、生徒さんに、クライアントさんの役ね、立場になってもらって、私がセラピスト役になってやったんですね。そして私はオウム返ししましたね、うなずきて相槌しました。そしたらあーって気づいたんですよ、その受講生さんは。あー、なんか話繰り返してもらうだけでなんかすごい聞いてもらえてる気になるし、そして自分の言葉で改めて自分のことを言うから、なんか自分のことなんだけど、あ、そうだなって、なんかただそうだなって思うだけなんですけど、なんかすごいスッキリしましたって言ったんですよ、うん、だから皆さんね、セッション練習しなきゃと思うかもしれないんだけど、セッション練習もいいんだけど、逆に自分がクライアント役になって誰かのセッション受けてみてください、ね、今インスタね、皆さん結構セッション募集してる人いっぱいいるじゃないですか、ね、だから自分がやってるセラピーを逆に自分がクライアント役になって、クライアントの立場になってセラピー受けてみてください。そしたらどんな風に話を聞いてもらえたら嬉しいか分かります。これはセッション練習してセラピストばっかりやってたら分かんないです。クライアント役になりましょう、うん、ね、メケさんもね募集してますから、メケさん今日今いっぱいいいねいっぱい押してくれてますから、メケさんもねセッションやってますから、ぜひ皆さんセッション、他の方のセッション受けてみるのもすごく練習になります。私もね、あの結構イベント行っていろんなセラピーとか受けまくりましたよ。したらこうやって言われたら、あ、いいなっていうのは真似するし、あ、こうやって言われたら嫌だなとか、うん、思ったのはやめたりとかね、うん、やっぱり人の、やっぱりいろんな方のセッション受けました、うん、そんな風にしてやってみてください。あと3分になっちゃいましたね、3分になっちゃいました。じゃ残り3分でね、じゃあ最後、カラーセラピーのセッションの相場いくらですか、裏ですねこれ、セッションいくらで、セッションの相場いくらですか、これもよくある質問なんです、これもよくある質問です。あの、ぶっちゃけ言っていいですか、ぶっちゃけ今日もキムタクいっぱい出てきます。ぶっちゃけね、ないですないんですよ、ないんです。相場ってまずね、皆さんね、自分の値段つけるの自信ない、自信ないってはっきり言っちゃってごめんね。まずね、ネットとかで調べてますか、自分で。あ、よかった、ありがとうございます、ブルーさん、ありがとうございます。まず自分でね、じゃあネットで調べてみたらいいんじゃないですか。で、自分と同じレベルの人がどのぐらいの価格つけてるか、まず市場調査してみたらいいんじゃないですか。それで値段決めたらいいんじゃないですかね。私だからあまり、あの、聞かれるけど、あんまりいくらって言わないようにしてます。言っちゃうと、あの、人によってはね、あ、この受講生さんこの値段からやっていいなとかね、この値段から始めた方がいいかなっている、いらっしゃるんですけど、あまりなんかそれ決めちゃうと、あの、自分でこう、なんていうかな、なんか下げちゃったりとか上げすぎちゃったりしちゃうから、まずね、自分で、このぐらいかなっていうので、まず市場調査ネットでね調べてみたらいいと思います。それで、ちょっと自信がなかったら相談してください ね、先生に聞いてみたらいいんじゃないですか。このぐらいの値段でやろうと思うんですけどって、うん、言ってみて、相談してみて、心配だったらね、うん、そしたらある程度まず自分で市場調査しましょう。市場調査だってかわいい市場調査をして、自分で調べて、このぐらいの値段じゃないかなって、ネットで今いくらでも何でも検索できるじゃないですかね。森田検索、ボカネ森田検索です、ね、千葉県知事ですけどね、まあ、そんな感じで、
ちょっと短いあと1分になりますけど、そんな感じで、ね、またリクエストだったら調子乗ってやろうかなと思いますけど、お役に立ちましたでしょうかね、お役に立ちましたでしょうか。あれちょっと待って、これどうなってんの、あこうか、じゃあちょっと記念撮影してやめとくかな。じゃあね、皆さん本当今日ありがとうございましたね、ありがとうございました。お役に立てましたでしょうかね。これインスタライブって1時間ですよね、1時間ですよね。もうこれ自動的に終わるのかな、これね、自動的に終わらないかな、自分で終了さないとね。はい、ありがとうございました。めっちゃ役に立ちましたが、あ、ありがとうございます。ちょっとね、すごく偉そうにいっぱい喋っちゃって恥ずかしいんですけどもねいやこちらこそ、ブルーさんありがとうございます。お役に立てたら嬉しいです。また調子に乗ってね喋ろうかと思います。あ、さくらさんすごく楽しくて勉強になりました、またやって、あ、本当、じゃあやろうかな調子に乗って。あ、有田さんありがとう、ありがとうございますね。調子に乗ってじゃあまた、様子見てやりたいと思います。本当に今日皆さん最後までね、なんかね見てくださって嬉しい、ありがとうございます。メケさんもいっぱいいいね、ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、じゃあ終わりたいと思います。じゃあちょっとサービスショットでね、渋垣隊のふっくんこと深くん福の真似、こんばんは福です、この手を伸ばして、あー、こんばんは渋垣隊の福です。はい、ね、思いっきり昭和ですけどもね、本当にこれで終わりたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。またなんかね、わからないことあったら質問してください。またなんか調子乗ってやろうと思います。ちょっとありがとうございました、ありがとうございます。みけさんありがとう。